ライブ配信始まりますね。開幕開始しております。配信中になりました。うん、はい、どうもこんばんは。友人ショーインチャンネルです。なんかこれ照明暗いな。大丈夫かなこれ。高見さんどうもこんばんはです。うん、この時代の歴史は記念会ですね。うん。ちょうど100年ぐらいなんですよね。あ、これですね。いつも日曜夜の、読書会、金子文子の自伝、何が私をこうさせたかですね。もう13回になるんですよね。はいはいはい。この時代の当時は希望や思想に輝いていた。関東大震災の前っていうのは、割とあれなんですよね。大正デモクラシーっていうのがあったりもあったんですけど、確かにね、ある種の可能性みたいなものが開けてた時代ではあったんですよ。一番代表的なのはね、新しき村っていう、武者の小路実篤さんとかね、が、まあ、白樺派の人が有名なんですけれども、まあ、その人だけじゃなくて、立花幸三郎とかもやってたりするんですけどね。アイスのりこさん、ビエルアブさん、こんばんはでーす。菅野菅、菅野菅さん。番組さんどうもこんばんはです。菅野菅じゃないんですよね。菅野菅さんですよね。あ、上原さんどうもこんばんはです。うん。どうぞ。もし、なんで、新しき村の理想ってのは何かというと、まあ、一言で言うとアナーキズムなんですよ。あ、もちろんアナーキズムと言っちゃうとどうかと思うんですけど、要するに新しき村っていうのは、まあ、ある区画をですね、切って新しき村を作る。そこはね、で言われてるのは共同体自治なんです。要するに原始共産制とはちょっと違うんですけれども、まあ、そこで上下の身分の差とかね、トップがいて、幹部がいて、下っ端がいてっていうことじゃなくて、みんなが平等に、暮らしていけるっていう社会っていうのかな。まあ、大杉栄がね、そのアナーキズムの一番のあれなんですけれども、まあ、案外これがね、割と広い層にあったんですよね。そういう大正時代的な、なんていうのかな。それがね、農本主義という形で、右の方では広がるんですけれども、で、左の方ではね、有島武雄という、これも白樺の作家さんですよね。その人が、自分がね、相続した広い北海道にある農地を解放して、その小作人たちと、に、まあ、共同体制を向かせるというような感じを、なことを、あ、嘘。情けね。戻ったのかな？戻りました？戻りましたかね？今ね、一瞬切れたんですよ。画面が。あ、コンセントがね、僕の足元にコンセントあるんですけど、それ、コンセント抜けちゃって、ちょっと切れちゃったんです。ごめんなさい。一瞬あれですよね。あ、ちょっとコミューンね。コミンテルで、コミューンね。コミンテルはコミンテルとは違うんですけど、コミンテルはソ連の共産党が各地に作った、いわゆるインターナショナルな共産党の組織です。あって、コミューンはですね、まあそういう、なんて言うんだろう、原始共産制とちょっと、まあその辺の関係はよくわからないんですけども、いわゆるもう、平等なる、解放された平等な身分制のない自治区で、これはね、例えば1870年代にパリコミューンというね、これまあ割とちょっとすぐにちょっと潰らされちゃうんですけども、まあ当時、フランスを治めていたナポレオン3世、三世と言いますと、ナポレオンと血縁関係じゃないらしいんですけどね。そういうね、ちょっと、ポピュリストで、まあ、今よくある、ちょっと、なんていうのかな。要するに、ポピュリストという的な、でも、口ばっかり達者で、中身がないような、まあ、昔のアメリカのね、この前の大統領だとか、今のウクライナの大統領もそういう系あるな、みたいなね、そういう人がね、ナポレオン3世とかいて、それをね、市民が革命運動を起こして追い出して、その後にパリコミューンという自治区を作るんですよ。本当に一瞬なんですけどね。ただし、それが、まあ、割と道が期間で潰れた。
で、日本でもね、その新しい村とか、そういう新しい、なんていうの、共同体自治のね、開放プットを作ろうというのが、この大正時代でこれすごく盛んに行われたんです。で、結果的にはね、その武者小路さんのやつの新しい村っていうのは、まあ散々な失敗に終わるんですよね。まあ、何が原因かというと、これは関川夏夫さんというノンフィクション作家の方が詳しく書いてますけど、はっきり言うと男女関係なんです。要するに、まあ、最初はね、農業をやろうとしても、まあ、農業をベースにして村を経営するんですけど、農業に関しては素人なんで、なかなかうまくいかない。で、不満が溜まってくる。で、結局、お金が、なかなかうまく運営できないもんだから、結局、武者小路実篤の原稿料でなんとか維持したんだけど、そのうちに武者小路実篤のね、愛人っていうのかな、女の人がいて、その人がね、をめぐって、まあちょっとまあいろんな恋の世話みたいなのが起こり、そこでまあ分裂し、みたいなね。まあ、そういうことなんですよ。夏まで飛んで殺生石なんですか、これ。よくわかんない。そういう、だからね、それ結局ね、戦後まで生き延びたのが、山岸会ですね。山岸会ってのはね、農業を中心とした、まあ、宗教団体と言っていいのかな。自給自足の、で、農業を中心とした自給自足の村を作るということで、そこの信者になると、財産を全部没収されるんですよ。没収されて、みんなが同じような暮らしをしながら農作業をやり。で、僕の友達がね、カメラマンが、山岸会にずっと取材をしてて、結構ね、山岸会ので取れた、卵とかね、野菜とか、結構美味しいらしいんですよね。有機野菜で。僕ももらったことありますけど、まあ美味しかったです。で、東京には売ってる店があるんですけどね。まあ自由はないです。自由はないです、はっきり言って。まあ共同体自治って、で、ってね、結局、みんなが平等っていうのは、やっぱうまくいかないんですよね。トップの人間がいて、まあ要するに統制する人間が組織がいてね。まあ、それは共産党で言うと、いわゆる前衛集団としての共産党。まあ、今はちょっと違いますけどね。今の日本共産党はね。まあ、違うらしいですけど。まあ、そういう指導層というのがあって、それに服従する人たちは平等という形でないとうまくいかない。オウム真理教もちょっとそんなところがあったんですけどね。はい、佐々木さん、理子さん、こんばんは。まあ、そういう理想というものがあって、アーミッシュというのはね、まだ宗教団体なんでね。あれはね、あれもね、アーミッシュ自体も、割と、キリスト教原理主義なんで、結構中に入るとね、結構戒律が厳しかったり、あと男女差別が激しいとかね、なんかいろいろあるみたいですね。ちょっと今はちょっとそれ、思い出さないといけないんですけど。すいません、ちょっとね、今ちょっとね、ついさっきまで寝てたんですよ。ちょっと疲れてて。今日はね、昨日に引き続きこれ、世界標準の戦争と平和の梱包作業を、まあ、やって、発送作業をやって、それから4月に出す沖縄の本のチェックをしてましたら、そしたらね、読者から電話かかってきましてね、読者の方から電話かかってきて、松本市内で、僕が住んでる松本市内で、反原発のね、イベントがあって、結構人が集まるので、そこでチラシを配ったらどうですかって言われたんですよ。それでちょっと行ってきたのがね、こういう催し物なんですよね。3点、なんか3.6、さらば原発、長野県大行進、松本。こういう、カードでございますね。子供たちを被爆させるなって言うんです。これをね、もらいましてですね、午後の2時から、午後1時半から、1時半から、松本市内にね、花時計公園っていうね、パルコっていう、まあ、そういう、お店があるじゃないですか、パルコっていう、なんていうかな、ショッピングモールっていうのかな、そこの裏手にある、ちょっとまあ、こじゃれた公園があって、そこで、まあ、ステージが組んであって、なんか結構、ご高齢のフォークバンドの人たちが、武器を捨てろとかですね、原発やめろとかね、あと、福島の海よっていう歌を披露されて、その後ね、小出博明さんがやってきたらしいですね。元原発の技術者だったからかな。で、今、脱原発運動やってらっしゃいますけど、で、その後パレードやると。
このプラカードにね、掲げて行進するという催し物があって、そこで配ったらどうですかって言われて、で、正直もう沖縄のね、本の交流が、入稿があるので、どうも、ゆうたさんこんばんは。そういうのがあるので、ちょっと、最初の方だけちょっとお顔を出させていただいて、で、即興でね、チラシを作って、皆さんにお配りして、100枚ぐらいね、配ったんですよ。いらっしゃる方に。で、もう、3月11日に、うがやさんのこういうふうに出ますので、っていうね、PR をしてきました。営業してきました。商売やってきました。はい。で、それからね、移動して、ファミリーレストランに行って、で、明後日入稿予定なんですけど、明後日印刷所に入れるんですけど、そのデータのチェックをしながら、ちょっとね、たまに使われたらね、ネットを覗いたりなんかしておりますとですね、相変わらずツイッター上はウクライナがね、ことで盛んで、でもいきなりね、僕そのツイッターのタイムライン見てたら、あるコラムの人がね、プーチンのことをね、ウラージミルと呼んでましてね。ウラージミル。なんて言ったっけな。ウラージミルって。若者だったんですよ。二人して、ウラージミルと共に見し、同じ未来のどん詰まりかなっていうね。まさに、ウラージミル、プーチンと、安倍さんがね、北方領土返す返さないっていう交渉があって、で、安倍さんが、ウラージミル。君と一緒に同じ夢を見ている。かけて、駆け抜けようではありませんかみたいなね、ことを言ったっていうことを皮肉ってるんですけど、ウラージミルはないでしょう。ちなみに、ウラジーミルですよね。正しい発音というか、ロシア語で言うとちょっとまた違うんですけど、日本語であえて表記するとしたら、ウラジーミルなんですけどね。ウラージミル。たまにね、ウラジミールっていうふうにね、書く人が、間違える人がいるんですけど、ウラージミルとね、書く人は初めて見ました。割と著名なね、割とリベラルなコラムニストの方なんですけどね。あとね、学者、大学の教授の方がね、大学の教授の方ですね、国際政治学者っていう方がですね、誤解を恐れず述べると、ロシアは偉大な大国だと思う。そしていつも訪問したら私にも親切にくれる優しい人ばかりだ。そのロシアが今回の侵略戦争に、かつての日本がそうであったように、これから半世紀を超えて、隣国に謝罪を続けなければならなくなり、国際的信頼を失う女は残念だと。ウクライナに国際法違反で侵略したロシア軍はこれから、日本がね、韓国や中国にやってるように、もう何十年も謝罪を続けて、行かなきゃいけないというふうに呟いてらして、ロシアがね、かつてのソ連だった国に攻め込む、あるいはかつてのソ連でもなかった近くの国に攻め込むっていうのは、かつてのアフガン、それからシリア、あとチェチェンね、あとクリミア、ジョージア、結構繰り返してきたんですよ。ロシア一回でも謝罪してましたからね。ロシア一回も謝罪したことないよな。確かにね、日本はね、中国韓国に、本音はともかくとして、とにかく謝罪をしなきゃいけないと。大変悲惨な歴史であったということで、謝罪、形の上で謝罪を続けてきて、で、謝罪した後に、あれはね、仕方なかったんだとかね、本当は違うんだみたいなことをブツブツ言っちゃったりするもんだから、また、中国韓国に怒られてってことを繰り返したりするんですけど、で、それでドイツはね、未だにそのナチスでやったことを、謝り続けていてっていうんで、ちょっとどうなんだみたいな話もありますけど、正直言ってね、やっぱ第二次世界大戦、今の戦後の秩序っていうのは第二次世界大戦の結果の秩序っていうのが続いていて、国際連合っていうのはあれ連合軍ですからね、要するに第二次世界大戦の勝者となった。で、ドイツと日本っていうのは国連の、加盟国ではありますけども、敗戦国条項っていうのが、条項というのがあって、かつてお前らは侵略戦争をやったんだっていう落語をされて、だから他の加盟国と違って、お前らは、
変なことやると、あっという間にもう有無を言わさず罰するぞみたいなね、そういう、まあ、すごい平たい言い方をすれば、そういうことを当てはめられているので、まあ、ドイツは必死で謝罪し、日本もね、いやいやながら、いやいやながらですよ、どう考えても。謝罪をしているという状況なんですけど、その、第二次世界大戦の勝ち組であるアメリカもロシアも、また中国もそうですけど、国連安保理決議なしにやった戦争ってのは違法なはずなのに、国連憲章違反なはずなのに、もう何度も何度も他国に攻め込んでいって、ね、勝ったり負けたり、負けたり勝ったりしてるんですけど、一回だって取材してないですよね。取材したりなんてあるんですかね。本当にあんた国際政治学者なのってちょっと言いたいようなね。で、なんか YouTube ちょっと覗いてみたら、なんか津田大介さんの番組でウクライナ問題について津田さんと対談してはってるみたいですけど、まあ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 、なんか大変なってですね。そう、玉木さん。敵国条項に縛られてる。そうですよ。あとなんだっけ。伊佐さん。岸田さんもわからないですって。岸田さんはね、あの人はまあ、要するに目立たないようにして、全体のバランスを取りながら、徐々に安倍的なものから出していこうというのは間違いないんで。で、ロシアに関してはね、その外務副大臣に鈴木宗男さんの娘さんがお入れたりして、まあ、ロシアとの間の交渉は割と積極的にやってるみたいですけど、欧米とね、日本ってのは地政学的条件も違いますし、ある程度ね、アメリカの同盟国ということを形を堅持しながら、まあ、ロシアや中国とも、でもちろん本当はね、できれば韓国ともね、それなりにいい関係をやっていきながら、まあ、中国のね、国民の生命と財産を守るということに徹してくれなければいいんであって、そこで岸田さんがね、よくわかんないっていうのは、しょうがないんですよ。どうしたって、超大国の隣近隣にある国というのは、ある種、ヌエみたいなね、カメレオンみたいな、まあ、信頼を失わない程度に、まあ、同盟韓国となる国をね、ちょっとまあ、ご機嫌を伺いつつ、同盟国ですから、使えますみたいな話をしつつ、でも、独自のあれを、利益を追求しなきゃいけないんで、そこで対外的に釜面白いになるっていうのはしょうがないと思うんですよね。僕はその、安倍さん的な、いちいちね、喋ることがね、電通の誰が書いたんやみたいなね、どこのコピーライター書いたんやみたいなことを、いきなりよりも、まあ、言ったことがどうこう以前に、どういう結果をもたらしたかっていうことをね、やっぱりちょっと、割と長い目で見て判断するしかないのかなと、青野さんでもこんばんはです、と思ったりしております。日本もシベリア出兵をロシアに謝罪せねばなりませんな。ただね、日本の場合には、漁港放送で降参しますって言った後に北方領土取られたって言ってしまったりするし、あと、ソ連のね、参戦ってのは、日ソ中立条約違反ですからね。勝手一方的に破ったんで、ロシアこそ謝れって。でもロシア謝らないですよね、絶対ね。まあ、そういうことで、うん。国際政治学者とあろうものがという感じですけどね。まあ、ということで、この金子文子ですけども、金子文子も大変なことになってきましたね、本当にね。朝鮮から入ってきてから、いきなりね、もう15歳で帰ってきたら、もういきなりね、憧れのね、おじさんとあれするわ、それが勝手に親が嫁に、そこのおじさんとこに嫁に行こうとするわ、あと知らない親父からね、料理屋に手に住み込まれて危うくレイプされそうになるわね。もう大変なことになっています。その続きですね。はい、読みますね。文庫本の240ページですね。私は蘇我口の母の実家に帰ってきたけれど、帰ってきたというのは、あれですね、その、炎山の駅前の料亭に知らない男から連れ込まれて、必死に逃げてきた後ですね。母の実家に帰ってきたけれど、私の家が私の家でなかったように、ここもまた私の家の家ではなかった。私は3階に家なき、哀れなり、騒動に過ぎなかった。しかも骨抜き互いにせめぎ合っている空気がいたずらに私を行き詰ませるばかりであった。ただ一つ私の息抜きのできるところは、おじの元へのお寺ばかりであった。で、私は来る日も来る日も何か訳の分からぬ力に引きずられる心地で、おじの寺へばかりへばりついていた。
夜とは言わず、昼とは言わず、私はただ、おじの寺で暮らした。おじの寺というのは今の、残ってますけど、エリンジというね、武田信玄の怒りの、割と、山梨県では大きな、古い、由緒ある名刹ですね。そこに、ふみこの母方のおじさんの元へというですね、イケメンの、美少年の若い僧侶が住んでいて、そこに、ふみこは通っていたと。言うまでもなく、千代さんもよくおじの寺に遊びに来た。千代さんは心からおじを愛していた。千代さんというのはね、ふみこの母親の実家のそばにある、円光寺というお寺の住職の娘さんで、元へと今こういう中ですね。ところがこの頃、千代さんには一つの縁談が押し込まれていた。千代さんの直接ではなく、千代さんのお父さん。実は父ではなく、50も年の違った兄だったのが、だがここにはそれを説明するようなかろう。その実は父はなく、50も違った兄にまで押し込まれていた。ある日、千代さんは、伊沢という町に片付いている兄のもとから突然電報で呼び寄せられた。千代さんは大急ぎよそ行きの晴れ着を着て出かけていった。行ってみると、しかし、別に大した用もありそうなかった。ただ、東京から客が来ているから、お茶を出してくれの、お菓子を持って行けの言われた。それから男物の炉の香り酒を出して、すまないが大急ぎで飲み上げてくれと言いつけられた。客の食事のお給仕をさせられたことは言うまでもない。千代さんは2、3日逗留してから家に帰った。そしてそれから間もなく、客と姉夫婦との間で、千代さんの縁談がまとめられた。千代さんはもうどうすることもできなかった。千代さんは自分の愛するものを持っていた。けれど千代さんは自分の夫を自分で選ぶことを許されなかった。千代さんはただ、奴隷のようにか、品物のようにか、売られたのだった。千代さんは反問して、痩せるほど苦しんでいた。千代さんはその事情を私やおじに話した。そしてどうかしてこれを断る方がないかと相談した。だが肝心のおじはもう以前のような熱情を千代さんに持っていなかった。無論千代さんの結婚なんかする気は毛頭なかった。結婚するには千代さんはもうあまりにも新鮮味がなかったのだ。千代さんの真っ向からの訴えにもおじの心は浮かなかった。おじはただギリ一遍の挨拶するだけだった。悲しいことだ。あなたばかりじゃない。僕も苦しい。こんなふうにおじは言った。だけれど、時期にまたその後につけて言うようになった。だけど僕らの力はあまりに弱い。僕らにはどうすることもできない。運命だ。所詮人は運命の外にあることができないんだ。哀れなる千代さんよ。千代さんは見知らぬ男に嫌悪なしに押し付けられた。千代さんは自分で選んだ愛人があった。その愛人のもとに救いを求めに来た。しかもその愛人はもう千代さんを離れているんだ。ああ、千代さんはどこへ行こうとするのだろうか。だが、それでいて二人は、千代さんとおじの二人は、やはり依然としてその関係を続けているのだ。おじは自分が既に去った女と、たとえ運命にしろ他の男に身を任せようと決心している女と、千代さんは既に見捨てられたことを知っている男と、自分が既に新しい相手を胸に抱きながら、過ぎ去った恋の残骸と。私があまりにおじの寺でばかり言ったり、いいので、信人たちはそうした関係がおじの仲間に知れるとおじの信用をして失敗するかもしれないと心配し始めた。そこでみんなは私をおじから遠ざけるとともに、おじには誰かいい相手を押し付けようと相談したらいく。母の縁談の二番娘の吉江さんというのをおじに勧めた。吉江さんは器量もよし、お張りもできるし、その上家柄もよければ、年格好もおじにはちょうどよかった。おじは今までしばしば母の家を訪ねていた。それから無論吉江さんを知っていた。いや、ただ知っているというくらいではなく、少なくともその気持ちの上ではかなり親しい仲にさえなっていた。何でも、吉江さんを通しておじと知り合いになって、吉江さんの学校友達の一人が、おじに恋文を起こしたとかなんとかで、吉江さんとその友達とはついに仲違いをしたとさえ言われていた。モテモテですな。羨ましいですな。が、おじに縁談を持ちかけてきたのは、私の祖母たちばかりなかった。私がおじの寺に入り立つものを、おじが京都にいた時に知り合いになったという、奈良の田舎の坊さんからその娘の婿になってくれという交渉があった。その娘は美人なんだがな、しかし京都ならいいが奈良の田舎ではな、とおじさ、とおじはその時私に話したことがあった。それのみではない。おじのところにはよく女のところから手紙が来た。するとおじはそれを少しも隠そうとしないで私に読ませさえした。私は別に嫉妬を感じるようなことはなかった。私はただ何もかも知り合った友達のようにおじを思っていたんだ。がそれでいて無理に目覚めさせられた若さの寂しさとでも言おうか、私の心のどこかしらに満たされない寂しさがあった。それが何であるのかわからないながらも、しかし何かしら求めたい気が私のうちに絶えず燃えているのであった。まあ、モテモテですね。モテモテです。はい。
何やってんですか？え、ソリコさん、ロシアの大臣とか、桃代のり子の歌声って何やってあるんですか？え、ポリシカポール懐かしすぎるなぁ。はい。誰か言ってましたね。誰だっけあれ。メイロマさんっていう人ね。なんだっけあれ。その人、メイロマさんってね、イギリスに住んでる、ね。イギリスでは、それから日本ではとかやったら言いたがる方ですけど、その方言ってましたね。日本ではね、ロシア民謡なんか歌わせて、もうソ連に、共産主義に洗脳されてるから、だからみんなプーチンの味方するのよ、みたいなことをしてるんですよ。何考えてんのかみたいなとね。うん、ちょっとまあ、まあ、今や、失礼しました、失礼しました。はい、続きますね。夏休みももう終わろうとしていた。8月の26日か7日かのこと、私は小松屋にいた。小松屋ってのは親戚の家ですね、玄山の。と、そこへ昼過ぎにお祖母が寂し、おばに用事があってやってきた。その晩、私と祖母とは小松屋のおじに連れられて、町の活動を見に行った。活動ってのは映画ですね。当時は活動写真ですよね。無声映画です。活動はもう始まっていた。祖母とおじとは、やっと桟敷の後ろの隅っこに残る、に座ることができた。が、私の座るところなかった。で、私はずっと、後ろの方で立ったまま見ることにした。西洋劇の第一幕が終わった。ふと気がついてみると、私のすぐ左側に、いつの間にか、来たのか。コンバスにガスケーブルをかぶった一人の青年が私と並んで座っていた。私はちょっとその青年を見て、すぐにまた第二幕目の画面に目を向けた。しばらくすると、突然その青年が私に言葉をかけてきた。あの、失礼ですが、これ、あなたのではありませんか？今、僕の足に何か触ったと思ったので、手探りに探してみると、これが落ちていたんです。青年は、セルロイドの即発串のを指の先につまんでいた。まあ、昔のね、日本画面にこう刺す串ですね。私は自分の頭に手をやってみたが、串は落ちていなかった。いいえ、私のではありません。そうですか、困っちゃったなぁ、と青年は一人ごとのようにつぶやきながら、後ろの窓際まで行って、その敷居の上にそれを乗せたが、また私のそばに帰ってきて、この前のマークは何でしたかと慣れなしく聞いた。私はちょっとうるさい気がしたので、何でしたか、私今来たばかりなので、とそっけなく答えた。そして画面を熱心に眺めた。が、青年はそれには構わず、次から次へと何か話しかけてきた。今だからこそ私ははっきりと自分の心持ちを解剖するができるが、私はその自分、その時、多分にこの青年の目的とするものを感じていた。が、思い切ってそれを跳ね飛ばすことはできなかった。なぜなら、私にも、その頃何かしらわけのわからぬものへの憧れを渦巻いていたからだった。そこで私はとうとう、二子と三子と話し合っているうちに、その青年を、時から知り合っている友達かなんかのように思い出してきた。そうしていくうちに、大胆にもその青年はいきなり私の手を握りしめた。私はかなりびっくりしたが、別に振り離そうともしなかった。人混みの中で騒ぎ立てては面目ないという理屈をその時私は胸の中で考えていたのだが、実は振り離すにはあまりに惜しいような気もしていたのだ。青年の手に自分の手を握られながら私はじっとしていた。すると青年は今一度ぎゅっと力を込めて私の手を握りしめたが、今度は何とか四角な硬い紙を私に握らせた。私も黙ってそれを受け取った。そして人知れず、こっそりと懐の中にしまい込んだ。一体それは何なのだろうか。早く私は見たかった。で、帰りがけに、出口の明るい電灯の下でそっと懐中から出してみた。金縁小型の花模様のついた女持ちのにやけた名刺に、青年の住所と瀬川という名前が記出されてあった。金子文子ナンパされ、映画館でナンパされるということです。こういうお話、中本さん。まさかどうも、こんばんは。あ、全徳地方に詰まってます。全徳地方ね。10年くらい前ですかね。結構、韓国で、人気だった時代ですよね。日本で言えば、全徳地方ってあれですね。光玉天皇とかその辺の時代と同時代の人かな。光玉天皇ちょっと前ですかね。まあ、聖徳太子かその辺よりちょっと後か。福岡先生で我慢しとこうって。プーチンの私のもの、エスノリコさん。何やってんですか本当にもう。まあ、金子由美子はね、こうやって映画館でナンパされて、で、この人があったら、この後ね、また出てきますので。はい、続きます。初中休暇が終わったので、私はまた浜松に帰ってきた。ちょっと遠いな。遠いですね。私、ちょっとカメラを。私はまた、浜松に帰ってきた。
なんだか後ろ髪を引かれる思いで帰ってきた。夜だった。家のものは、浜松ってのは、ふみ子のお父さんといるところですね。夜だった。家のものはみんなどこかへ出かけて見えて、玄関が閉め切ってあった。が、私は行く勝手をしていたので、庭の目隠しの下から手を差し込んで、絹の鍵を外し、便所の手洗い場所の脇から家の中に入った。暑いので、私はまず戸を開け放った。それから汗に濡れて着物を脱いだ。汽車の中で何も食べなかったためか、お腹が空いていたので、台所の棚を開けて食べ物を探し、残り物で一人ご飯を食べていると、表通りに日和桁の音がした。おばが帰ってきたのだ。困ったら、ふみ子のお母さんの妹ですね。まあ、ふみ子が帰ってきたの？私、閉めといて開いてるので、どうしたのかとびっくり者だったんだよ。たった今帰ったの。お腹が空いたからご飯食べてるけど、このお魚食べてもいいんでしょ？ああ、いいとも。それで、甲州ではみんな達者？ええ、みんな達者だわ。おばさん、どこへ行ってきたの？今夜はそれ、秋葉さんの縁日だろ？で、別に言う話、暑くもあるからみんなで出かけたのよ。そう？お父さんやケンちゃんは？あの二人は石橋さんのところに寄るって言った。でも私はこんななりに行くのは嫌だったから、先に帰ってきたのさ。こんなことを話しながら、おばは着物を着替えていたが、糊のついた洗濯したての浴衣になると、長火鉢の前に座って、お茶でも入れようね、ふみや。と火鉢の火をいじりなく始めた。その間に私は食べたものを片付けて洗った。そして初めて具体と落ち着いて座った。おばは急に何か思い出したように、ふみ子、いいもの見せようか。とタンスの上から何か紙に包んだものを取ってきて、今晩買ってきたんだよ。とそれを開けて見せた。彫刻した金の指が2つもその中から出てきた。私は驚いた。驚いて聞いた。まあ何かでお金も多かったの？何、金じゃないんだよ、ふみ。とおばは口元でおばは口元に微笑みを含ませて言った。これ2つでたった50銭さ。なあに、これでも普段はめてちゃすぐはげるけど、着替えした時だけだったらちょっと騙せるからね。おばはそれを両方の薬指に1つはめてみて、本当に金に見えるかどうかを試しているようだったが、自分で自分を突き伏せようとするように、天ぷらでもまんざらバカにはならんよ。お父さんのあの時計だって、メガネだって、みんな天ぷらだけど、かれこれもう2年にもなるが、まだ色もそう変わらないかね、付き加えた。ああ、おばもとうとう地に感化されてしまったのだ。どうしてこの人たちはこんなにさもしい見え坊なんだろうと、帰ってくるのに私はこの人たちに不快を感じた。要するにあのメガネとか指輪とかね、金メッキってことですよ。金メッキがね、だからすぐ剥げる。だからまあ、要するに天ぷらね、衣がすぐ剥げる天ぷらだっていうことですよね。父たちと自分との隔たりがことごとに発揮してくるのが私には悲しかった。そうして私はこんな生活ではなく、自分で自分の生活を持ちたいという欲望に自然と駆られていくのだった。活動で出会った世界に手紙を書いたのは、それから4、5日経って書いてあった。それもどんな風に書いていいのか分からなかったので、叔父のところへ来ていた女の手紙を思い出し、文句もそっくりそのままそれを真似て書き、封筒の差出人を男の名前にして出した。すぐに返事が来た。時色の封筒で差出人を女の名前にして、中には怪しげな英語がやたら使われていた。私はまた学校へ通わなくならなかった。が嫌な裁縫はできないし、学科は雨に馬鹿げてるし、ますますその学校が嫌になった。そこで私は仲間やけになって学校でわざと先生に反抗したり、家では何か手当たり次第に本を読んでばかり言った。まあ、父にある家にある本とてはただ講談本くらいのものなので、それにもあえて馬鹿らしくなるし、父は小遣いをくれないので新しい本を買うこともできないし、私はもうたまらなくなってしまった。私はそこで東京へ行かせてくれと父に頼んだ。が父は無論それを許してはくれなかった。バカな女じゃないかお前は、と父は私を叱った。そしてまた例の父中の手先でお説教を始めるんだった。東京なんかに若い女をそう手軽におっぽり寄せると思うか。バカな。世間というものはお前の考えているとやすいものじゃないんだ。早い話が男がちょっと女に道を尋ねても、世間の人はすぐそれを色眼鏡で見るんだ。女が一度そんな噂を立てられてみろ。それこそもうおしまいだ。傷物だからな。海ならずお前はどこへでも自由に飛び歩ける人にもとは違うんだ。いわばわしはお前を扱っているんだから、わしの責任上そんなこと許されない。父は自分たちのしたことをもう忘れているのである。また父たちが勝手に決めたことは、私が承知しようがしまいが、絶対に権威があることだと信じているのである。だが私はこうしていつまでも父の圧政のもとになければならないのだろうか。呼ぶものがないので、たまにある講演会に聞こえのもさえ禁じられるといった、そんな暴圧の下に、私は自分を閉じ込めておかねばならないのだろうか。
若い生命は伸びたがり、伸びないではいられない。私はとうとう学校を辞めることを決心した。そして教師にも父にも誰にも恨んで、その嫌でたまらない裁縫学校から引いてしまった。父は無論劣化のごとく怒った。私はしかしもう父には従わなかった。いや、父の暴圧には屈しなかった。私は私自身を守らなければならない。そうして私はまた教理へと帰った。おじたちはしかし、今度は、おじの至らに指たりになることを私に許さなかった。私は小松屋に引き取られて、またしても町の財布構築へと会話された。一つの地獄を逃れてきて、また他の地獄に押し込められたのである。私にはそれから逃れる力はなかったのだ。私はまだ一人前の人間ではなかったのだ。私には自分の好きな道を進んでいくに必要なお金がない。私は私でない生活に縛り付けられねばならないのだ。こうした境遇が置かれ、こうした境遇に置かれたとき、私が自暴自棄的な気持ちになったのは咎められるべきであろうか。無論私は咎められるべきである。私は私自身の生命を冒涜しているのである。けれど、少なくとも私はこうした生命の冒涜に対して寛容されてもいいと考える。誰も私を理解してくれず、誰も私も同情してないから、私は私自身で自分をいたわってやりたい気がする。やけになった私は家のことは何もしなかった。子供のお守りはおろか、自分の食べた茶碗さえろくに洗おうとしなかった。何一つ身に染みてする勇気が私にはなくなっていたのである。うん、まあ、それでですね。うん、まあ、ちょっと今日はここまでにしますが、実はね、この頃ね、この時ね、ふみ子がね、金子元へのおじさんの家に行くのを、まあ、禁止されるわけですけど、実はこの浜松のね、裁縫学校を勝手に自主退学して、山梨の郷里に帰ってきて、すぐあたりに、実はね、ふみ子とね、まあ、このおじの金子元へさんね、お寺にいる。その元へさんを相手に、まあ、初体験をいたします。いたしますというか、まあ、要するに初めて、うん、まあ、そういう経験をいたします。これはね、この伝記には書かれてないんですけど、この裁判記録ね、この裁判記録で、芙美子は立松参事にこんな供述をしてるんですよね。まあ、供述を見上げますね。私は、叔父と婚約したまま父に連れられて、浜松市の下樽町70番地の父の方に行き、その地の裁縫学校にいられましたが、その年の秋に退校して、教員に帰りますと、当時元家には別に愛人がありながら、愛人の強さですね。同人は私の主張性を破った上、私の地に対して私がおてんばであるがために寺に向かないこと、他の男から私に宛てて手紙が来たなどのことを口実に、破談を申し込んできました。この、父親がね、元よりのおじさんと勝手に見た縁談が破談するのはもうこれから出てきますけども、あ、どうも竹澤勝子さん、こんばんは。うん。要するにね、この、浜松で、まあ、親に反抗して、父親に反抗して、山梨に帰ってきて、ほどなく、文子は、その金子元よりのおじさんと経験を持ちます。この時、文子15歳ですね。一方でほら映画館でナンパされた瀬川とはこの後ちょっとある種の関係性を作るんですよね。なんだろうな、僕はちょっとその女性のね、そういう、なんでしょうね、思春期的なもの、恋愛への目覚め、異性への目覚めっていうものが、どういうものなのかということは具体的にちょっとわからないんですけれども、印象としましてはね、その朝鮮で一度、自殺を図って、結局生き返って、私は別のものに生まれ変わったと。で、日本に帰ってきて、急激にね、その元へのおじさんと知り合ってからというものの、急速にその女性、周りからも男性から女性として見られるし、自分も女性としてね、そういう男性との対するなんか、なんていうのかな。そういうものが目覚めたんですよね。もうやはりレヴィストロースの中で、まあ。
まあ、そういう形でね、芙美子がこの後、ボクレスと出会ってたのが18歳。まあ、この時芙美子15歳ね。ボクレスと出会ったのが18歳。で、ボクレスと出会って2年目の19歳の時に、まあ、関東大震災があり、まあ、週刊、まあ、警察、なんていうのかな、警察に検挙されて、で、それから裁判というふうになるんですけれども、この15歳から19歳までの、万年出てきますけど、4年間というものは本当にもう濃密な体験です。その第一歩ですね。そういう激しいね、恋愛経験の始まりが、こういうことなんですよね。いや、大変です。で、まあ、それはね、僕は読んでいて、で、これから、まあ、だから、このね、読書会のね、この内容も、思想的なものというよりは、そういう男女関係、芙美子の男女関係、恋愛関係の話っていうのはずっと続くとなるんですけれども、で、芙美子は結局ね、1926年に22歳で、まあ、亡くなると、短い人生を終わるんですが、その後半、その19歳捕まって22歳までの3年間はもう裁判で、いわゆる権力との戦い、というものが展開され、その前の4年間は、もう激しい恋愛に身を任せ。まあ、その中にはね、うまく、実りの多かったものもあれば、まあ、失望しかなかったというものもあるんでしょうけれども、とにかく命をね、すごい激しく燃やしてるのかな。そういうことをね、そういう人生を送られたというのはすごくいい子だと思いますね。ということで、ちょっとごめんなさい。今日はね、ちょっと早めに切り上げます。本当にもう疲れてます。もう4月に今度沖縄の方を出してからは、多少ちょっと間が空くんですけども。ちょっとね、そういう形で、すいません、なんか今来たばかりの方にちょっと申し訳ないですけれども、もうね、いや、いいんですよ。これまでの芙美子はね、その虐待について虐待、虐待されるという、親の、もう、ろくでもない人生を送ってきたわけだから、こうやってね、実りのある青春を送れたというだけでもね、すごく良かったなと思いますので、もう今からはね、割と心穏やかに読めるかなと思いますので、ということで、今後は、これで終わります。ということで、おやすみなさい。あ、本のね、予約の方よろしくお願いしますね。使い表示も売れております。頑張って発送します。ということで。